ねえ、レイチェル。もう嘘はつけないよ。わかってくれよ。僕、君の頭を打ち抜きたくない。できないだろ、お前に、それは。好きなんだから。おい。うるさい、黙れ。言っただろ。僕だって必死なんだと。ここで彼女に分からせてあげないと。それに、お前だって知りたいだろ。化け物風情のくせして。レイチェルは自分の理想の家族を求めて親を殺した女の子だ。僕はそんな彼女のカウンセラーだった。そして彼女を僕が頼んでこのフロアの住人にした。まあ神父様はあまり気が進まなかったようだけど、僕は彼女なら大丈夫だと思った。それに何より彼女の瞳を、彼女の永遠の孤独をどうしても守ってあげたかったんだ。でも彼女の心は壊れてしまった。知らない間にこの部屋に置かれた聖書の一冊でね。聖書。フラの人間として使い物にならない君を配置することをさすがに神父様は許してくれなかったよ。ねえレイチェル、冷静な君がどうしてあんなに心を乱したの？あ、私は私の理想のものが欲しかった。出ないと許せなかった。でも聖書には書いていた。神父が置いたのかな、聖書を。本当に許されないのは私だったの。ああ、だから普通の清い汚れのない人間のふりをして死のうとしたんだね。それがザック、お前ならレイチェルはできると思ったんだ。バカのくせに神に誓って甘つさえ彼女の神様になったお前なら。おい、でもレイチェル、君だってもう気がついてるんだろ。何に？いくら聖書を読んでも己の間違いに気がついても、本心を変えないってことだね。この顔、この顔好きだなぁ。好きだね。葵に広いらっしゃい。なかなかだね。こにくいですね。憎めないですね。心のどこかでザックを自分のものにしたいと思ってるんだろ。でろでろ。あ、最低で最高だね。ええー。うわ、撃ったぞ、あいつまた。さあ、ザック。道を選ぶときだ。このままでここで殺されるか、例の神様を降りて、一人でここを出ていくか、どうする？まあ、出てくる。読み方変えるの、やめとこうかな。覆らない。レイチェルはもう戻らないし、どこにも行けない。でも、舌出して喋ると絶対こうなると思うんです。レロレロしながらね。結果的に彼女は君を騙したんだよ。レロ？絶対そうなるって。あの状態で喋るの無理だって。噛むもんした。レイ、ダニーの言ってることは本当か？絶対ああなるんだよ。ええ。そうだよ、ザック。俺に嘘をついたのか。俺に、うん、ザック。ザックね、まだ私の神様でいてくれる？いてよ、ザック！養ってよ。お前は自分のことを俺頼みにする気かよ。俺は、お前の神様なんかじゃねえよ。ザック。素晴らしい。その通り、ご名答。さあ、レイチェル。これで君はいつもの君だ。望みは僕に言うんだ。何でも用意してあげる。そして、ザック。君はもう行ってもいい。マジか。おい、好き勝手言いやがって。待って。なんだ、レイチェル？どうした？私のしたことは汚れている。罪を犯した。それは知っていたの。でもダメだった。罪だと知っているだけで。どうしてそれが悪いことなのかわからないの。何？ねえ、ザック、ダメ。違うの。ザックは私の神様じゃないの。ああ、うつ。でも欲しいの、ザック。私の神様が。撃たないでー。レイチェル。わあ！撃った！撃ったよ、レイ！うわあ、ジョアウ、レイだー。ああ、レイチェル、君の目はその瞬間が一番美しいよ。ザック、すまない。君を逃すと言ったがダメだ。僕の優先すべきは君の今の彼女の望みなんだから。うぃー。やばい。え、なになに？さあ、生きるも死ぬも彼女を追いかけるしか道はなくなったよ、ザック。僕は彼女の望みのために手伝いなら何でもなるよ。お手伝いさんになるって。あ、クソ待て。え、どんなんの？追いかければいいの？ザック、ザック頑張って、ザック、ザック、もうザック、ちゃんと外出て、出て、引っかかってないで、すごい引っかかったね、今。びっくりするぐらい。あ、あいつどこだ？どこに逃げた？こんなか？おい、なんでまた水が溜まってんだよ。
こん中だろ。まさかこん中にいるんじゃねえだろうな。へへへへ、バチバチするー。いて、あっちふざけんなよ。え、どうなった今。え、あ、うん、今の何。やっぱりこれはザックには効かないね。殺そうとしてる俺を。あ、待てって言ってんだろ。もう、レイ。レイチェル。あ、あ、いたいた。レイチェル。なんだ、火つけたのか。やめろ、やめろ。レイチェル、火つけちゃダメ。全部燃えちゃう。クソ、ビビらせやがって。火なんか使ってんだよ。消さなきゃ。取り囲んで、あ、回り込んで、と捕まえてやる。いけるか、いけるか、ザック。まあ、死ぬことはないと思うけど、ほら。もういい加減にしろよ。ほら。3、2、やめてー。あー。1、どうかーん。やばない今の。つー、クソかー。あ、すごい。これもダメなんだ。やばい。操ってる。ワンピースの波みたいな戦い方してる。でもやっぱり火は嫌いなんだね。なんか頭を使った戦い方をするんじゃない。先生いらっしゃい。使いこなすな、このフロアを。舐めてんじゃねえぞ。レイチェル。待ちなさい、レイチェル。君に私は殺せない。あ、あいつ自分の部屋に逃げ込んだのか。レイチェル、ちょ。わあ、岩だ。え、待って。よければいいんでしょ。おい、待てよ、マジで。え、待て。え、ちょ、横か、助かっ。あ、待ってよ。あ、そうか、そうだよな、右だよな。いや、なんか下行けたからさ、下かなと思って。あ、右ね、速攻右ね。なるほどね。あ、余裕じゃん、びっくりした。そうなのか。あ、まあ、下なかったもんな、道。あ、でもちょっと通り抜けたよね、今ね。んだよ今の、狂ってんのか。いい加減にしろ、ふざけんなよ。覚えたけ、このバカ。この岩はどういう考え方すりゃこうなんだよ。一撃が重いよ。入らなきゃだよ。なんで下に行くんだよ。おかしいでしょ。ほら、追い詰めたぞ、レイチェルよ。ほら、おい、どこまで逃げ回るつもりなんだよ。逃げるな。わっちゃ、やべえ、銃持ってるの忘れてた。撃つか。それでザックは死ぬ。ああ、お前に殺されるんだったら先に殺してやるよ。お、それが狙いか。それはもうダメなの。ザック、ダメだったんだ。最初からダメだったんだね。私、今でも私は死なないと、殺されないとダメだと思ってるよ。バロンいらっしゃい。だけど私は汚れているから、きっと神様はそれすら望んでない。私はいらないの。そんなこと言うなよ。それをね、殺してやるって神に誓ってくれたのはザックだった。でも神様はいないって分かって、そしたらザックが私の神様になったの。ねえ、聞け。何度も言うが俺は神様じゃねえ。聞け。うん、分かってる、ザック。わちゃー、抜けるな。何を分かってんだよ。何分かったの。やめてよ。あ、どうした。お、嘘は暴かれて。お、撃った。私の神様は死んじゃった。その顔。おい、待って。え、飛び降りるの。ああ、びっくりじゃ。窓を撃ったから窓にバシャンみたいな。ああ、くそ、人の話聞きもしないで勝手に喋って勝手に逃げやがって。に、逃がしたのか。ザックなら止めれただろう絶対それ。止めれなかった。待って、なんで窓ガラス撃ったんだろう。この月が壊れたら部屋が暗くなりやがった。くそ、めんどくせえ、部屋の明かりだな。おい、作り物だったんだね、あの月は。そうなのか。わ、どう考えすればこうなる。右側、どっち行った、こっち。開いてんな。こっちに来たのかい。おいるゼロいらっしゃい。逃げてばっかじゃねえかお前。なんか言えよ。
もう君に話すことなんてないってことだよ。通訳すんな、お前が。わっ、やばい、後ろ取られた。君にしては随分と隙だらけだね。てめえ、暴れるだよ、すぐ死ぬよ。レイチェル、少し時間かかりすぎだ。君らしくもない。まあ、化け物だものね。なかなか大変かな。でも大丈夫、この距離で頭をぶち抜けばさすがに死んじゃうよ、この野郎。あははははは。あ、ごめんなさい、先生。どすこい、やったぜ、成し遂げたぜ。レイチェル、撃て撃て、倒せ倒せ。あ、レイチェル。ダニー先生、ザックは私が殺したいの。ああ、レイチェルも、レイチェルもベジータの系譜を。この私だ、ザックを殺すのは。ああ、そうか。そうだね。それに、私も疲れたの。これで終わりたい。ダニー先生、ごめんなさい。共には生きられない。何？ああ、死んだ？うわあ、全員死んでいくよ。神父何してんだよ。見たいんじゃねえのかよ。まだ地下にいんのかな。いい笑顔だ。もう、殺して。家族を作ったから。どうせ許されないから。もういいの。神父全然来ないな。私の神様以外なら何だって構わない。どうなってもいい。でもね、ザック。私最後にザックだけは私の手で私のものにしたい。ザック、やりたきゃやれよ。え、いいの？死にたいだ、俺を殺したいだ、終わりにしたいだ。だいたいお前はぐちゃぐちゃなんだよ。そんなこと知ってる。じゃあバカ言ってんじゃねえよ。ザック、頑張れ。話術で丸め込もう。バカなつもりないよ。本気なんだよ。本気でザックを。そうか。どうしたどうした。お、すごい、マウントポジションだ。俺がお前みたいなガキ相手に殺されるわけねえだろ。やだ、やだ、ザッグ。終わりにしたきゃ、俺がやってやるよ。ザッグ、やめてあげて。やだ、やだ、やだ。なんでだよ、お前が望んだことが叶うんだ。私を殺さないで、今のまま私を殺さないで。うわ、レイチェル泣きそうな顔してる。ああ。だってもう、私の神様じゃない。私の神様はもう私なんかいらない。私の神様は死んじゃったんだ。ザック、何とかしてよ。ああ、そうだ、お前の神様は殺してやった。俺が殺してやった。ああそんな。でもな、俺は死んでねえ、わかるだろ。お前を殺してやるって言ったのは誰だ？私の神様。違う。どうした？やめろ。やめてー。俺だ。俺なんだよ。他の誰でもね、お前の神様でもね。俺が、お前を殺すんだ。かっけえ。でも私はおかしい、汚れている。そんなこと誰に向かって言ってんだ。俺は殺人鬼だ。人を殺すのが好きで何人も殺してきた。あ、だけどな、俺はお前やダニーみたいにグダグダ悩んで逃げ回ったりしねえ。親だか神だか知らねえが、なもんのせいにして動くなんて冗談じゃねえ。俺は自分が望むもん、自分で決めて動いてんだ。ザック、俺が俺なら、お前もお前だろ、違うのかよ。私は私、レイチェル、レイチェル、そうだ。お前がお前なら、自分のことは自分で決めろ。改心する、改心する。なれい、目の前の俺は誰だ、俺様は誰だ。レイチェルが、あ、すごい、目が浄化されている。ザック。